誰だっけ？戦前みたいになるよねって言ったの、タモリさんだっけ？今年の日本はなかなか厳しくなる気がするんですよね。なので、生活保護取れる人は早めに取った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。日本の経済状態が、タモリさんか。経済状態が良くないよねっていうのは、物事が分かってる人っていうのは、そんなに判断変わらないと思うんですよね。多少利益が上がってる会社とか、円安ドル高みたいなのとかが、為替の影響はあるとしたとしても、日本経済のその実質的な構造っていうのはあまり変わってなくて、ロシア、ウクライナの戦争の影響で、そのエネルギー価格高いよねっていうのはあんまり変わらないので、物価がだんだん上がってくるよねっていうのもそんなに変わらないと思うんですよ。なので、生活保護取れる人が早めに取っちゃった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。少子化対策をするって言ってるんですけど、少子化対策のためには増税するぜとかっていう頭のおかしなことを言ってる人たちっていうのが政権にいたりするので、なので、日本がじゃあその少子化対策して景気が良くなるかっていうと、なかなか厳しいよねっていう状況にはあるので、なので、増税をいかにするかっていうところで防衛費がどうこうって言ってるんですけど、防衛費もそれはそれで大事なんですけど、ただ、日本人って毎年70万人とか80万人減ってるんですよね。子供が増えないというせいで。70万人、80万人って戦争になったとしても、そんなにいっぱい殺されないんですよ。可能性として。原爆何発も落とされますみたいなことになったら死ぬかもしれないですけど、ここまで多くの人数殺されないんですよね、毎年。太平洋戦争人死んだよねって言われてるんですけど、太平洋戦争も慣らしてみると、1年間あたり70万人とか80万人ぐらいしか死んでないんですよ。日本人の減ってる人数でいくと、今太平洋戦争起きてると思う。同じくらい人間減ってるんですよ。なので、防衛費のために増税とかして、さらに日本人を減らすのを考えると、優先順位でいくと、果たして防衛費を上げることが大事なのかなというふうに思うんですけど、とはいえ、防衛費を増やすっていう形になると、政府予算が増えるので、それだけ政府の利権が増えるんですよね。こういう商品を三菱重工に発注しますとか、自分の知り合いの会社に納めますとか、そこの三菱重工の工場とかを自分の地元に作ります。で、そこに1000億円ですみたいな形で、政治家が自分たちのコントロールできる予算がそれだけ増えるんですよね。防衛予算が1兆円ですとなると、その1兆円分を自分たちで配分することができるので、それが権力という形になって、より政治家としては、いろいろ美味しい汁が吸えるってことになっちゃったんですよね。オリンピックで3兆円溶かしたんですけど、日本の経験良くならなかったよねっていうのは皆さん分かってると思うんですけど、なので防衛予算1兆円って言っても多分3000億円ぐらいアメリカに払うことになって、結果としてそのアメリカの景気が良くなるとはなると思うんですけど、日本の景気が良くなることはあんまりないと思うので、なので、能力のある人は早めに海外に行って、まあ稼げるようになった方がいいですし、能力のない人は早めに生活保護を取って、景気とか経済とか関係ねえ、俺生活保護とか楽しいしっていう風になった方が、割と幸せになれるんじゃないかな、みたいなことを言ってるね、大人が児童書とか出すべきではないっていうのは正解だと思いますから。子供には夢を見させた方がいいよねはすごく正しいと思うんですけど、今の日本で暮らしていくことに夢が見れるかっていうと、こんな庶民をうまくこき使って、美味しい汁をチューチュー吸いますっていう派遣会社やりたいですとか、営業系の会社やりたいですっていう人とか、ブラック企業やりたいですっていう人であれば、日本は全然まだこれからでもやる価値あると思うんだよね。ホストやりますとか。でも、まともにきちんと人が幸せ、働いてる人たちが幸せになって、給料も上がり続けて、働いてる人たちも家族を育てられてという産業をこう日本で作れるかっていうと、その能力があったら他の国に行った方がもっと楽に稼げるんじゃねえとかっていうふうに僕は思ってしまうので、そう思わない皆さん頑張ってください。年明け早々ね。ただ僕は予想は外れることが多いので、なのでひろゆきまた予想外したざまっていう感じで、皆さん幸せになっていただけるといいんじゃないかなと思います。昨日たまたま煙突町のプペルをなんか絶賛放映中の西野さんの YouTube の動画をちょこちょこ見てたんですけど、西野さんの動画をちょこちょこ見てて思ったのが、プペルを作るっていうのって、あれタモリさんの意思なんですよね。何言ってるかわかんないと思うんですけど、もともとひな壇芸人みたいなのあんまりやりたくないっていうのがあって、タモリさんとちょこちょこ会って飲んでるみたいな話をした時に、タモリさんが西野お前絵描けって言ったっていう。その時にその西野さんはなんか芸人どうなのかなって思った時に、言葉だと日本国内にしかいられないから、言葉を使わないで伝えられるものがいいよねっていうので、絵とかもありかなっていう時にタモリさんが絵を描けと。
絵と言ったら絵本だよねっていうところで絵本に行き着くんですけど、プペルの絵本っていうのは映画になることを想定して描いてる絵なんですよね。まあ正確には西野さん描いてないんですけど自分描かなくてもよくて、絵という形でビジネスを立ち上げて、でも絵本の先にはこの絵本というのは映画にするっていうのも意識していて、構図自体が映画の構図になるようにしてるとか、キャラクターもその映画で入るような。絵本ってストーリーちゃんとしてないものが多いんですよ。100万回死んで100万回生き返りました、はいちゃんじゃんみたいな、何それみたいなのが絵本結構あるんですけど、でもプペルって割とちゃんとオチとかにそのある種謎が解けて、あこういうことだったんだすっきりみたいなのがちゃんとあったりするので、大人向けでも読めるように作られてるストーリーだったりするんですけど、それって世界に向けて絵でいけるものでしょ勝負しろと言ったタモリさんの言ったことをやってるだけな気がするんですよね。だからタモリさんすげえなと思って、西野さんもすごい努力をして成功してるとは思うんですけど、ただそれがそのタモリさん誰に出会ったら変わったかっていうさっきの質問に対しての関連なんですけど、西野さんはタモリさんに出会わなかったら今のそのプペルの映画みたいなのなかったんだろうなと思うので、そういうのって面白いなと僕は思いました。僕はそういうのないので。日本は落ちぶれていくとの意見を持ちだと思いますが、日本のターニングポイントはどこだったと思いますか？またその時どのような選択をすべきだったと思いますか？伸びてる国って IT が進んでる国なんですよね、今のところ。中国も割と IT 進んでますし、まあもちろんアメリカ進んでますよねと。シンガポールも進んでて、例えばその au があの格安版の携帯電話ラインをシンガポールの会社のシステム使ったりみたいなのがあって、イスラエルとかもそうなんですけど、っていう感じで IT をいかに進めるかっていうのが先進国でうまくいくかどうかっていうのが相関してるんですけど、まあロシアとかもそうですね。ロシアのメール RU っていうところが Facebook に投資してて、なのであの Facebook が上場した時にすげえロシアの会社が儲かったみたいなのもあるんですけど、っていう感じです。いかに IT に投資をして IT で優秀な人が働かせるっていうのをやるべきかだったと思うんですけど、日本残念ながら僕堀江さんを逮捕した時に多分没落が決まったんじゃないかなと思ってるんですよね。堀江さんがなぜ逮捕されてどういう理由で彼が有罪になったのかってちゃんと説明できる人ってあんまりいないんですよ。風評被害でしょうとか株価操作でしょうとかって違うんですよ。上の方に恨まれるとなんとなく逮捕されて、なんとなく捜査されて刑務所にいられるっていうのが証明されちゃったんですよね。なので今まで誰かがやったことがない、要はあの AOL っていう会社がワーナーブラザーズっていう割と大きい映画会社を買ったんですよね。AOL ワーナーっていうのになって、その IT 系の人たちがワーナーにごっそり入ったっていうのになったんですけど、でフジテレビを買おうとした堀江さんっていうのは逮捕されて、その後刑務所行ってライブドアは解体されましたっていうのがあったりするので、なので既存の会社だったら既存の価値観に対抗しようとすると潰されるっていうのが証明されたので、小ぶりなベンチャーしか出なかったっていうのがその後の日本の IT なのかなと思ってます。鎌倉時代の日本は大震災と疫病と飢饉が同時に襲ってきた頃は、そこら辺に亡くなった人が転がりまくってて飢えた強奪も日常だったようです。今の日本がどこまで没落してもそこまでいかないと思います。核兵器が撃たれることもないと思います。かっこ撃ったら安保で滅亡するから撃たない。なのでどんなに最悪なことになったとしてもなんとかなと思いますが、ひろゆきさんの想定する最悪の日本の未来ってどのレベルですか？核兵器撃たれるは可能性としてゼロではないんじゃないかなと思います。安保で滅亡するは僕間違いだと思います。仮に中国かロシアが日本に核を撃ったとしても、アメリカはロシアや中国に核撃たないと思うんですよね。日本が核撃たれた時点で国際世論的にはロシアと中国ってやべえよなっていうので、経済制裁なり制裁しまくるよねっていう状態になって、アメリカの権益が広がるので、別にアメリカ人が中国人とかロシア人を核で殺す必要がないんですよ。別に日本人は死んだんですけど、別に日本人が死んだからといってアメリカがじゃあそれに巻き込まれる必要はないと。むしろアメリカの国益をどうやって増やすかっていうので、日本にそんなひどいことしてる国はまずいから、あいつらの権益を減らそうとか、国連の常任理事会から中国は外そうぜとか、ロシアは外そうぜっていう形になると思うんですよ。核を撃ったロシアが常任理事会から外れると、そこで核を持ってる大国っていうのが少なくなるし、国連の中で核を持ってて常任理事国という指標を持ってる国っていうのも減るので、経済制裁しまくっちゃえばロシアだろうと中国だろうとどんどん弱くなるので、っていう形で、あ得したよねってなるので、日本がやられたからといってアメリカが代わりに報復してくれるという考えが僕は間違いなんじゃないかなと思ってます。最近生放送ですね。そうですね、タモリさんの真似をしてみました。